今日はプロタンさんとコラボよろしくお願いします。いやもうお邪魔します。初コラボですよ。初コラボはすごい嬉しい。いやこれだけやっててあんま初ってないですからね。確かに、だってそのまま10年ぐらいですよ。10年で僕も10年9年ぐらいなんで、いやだからそのグループというかなんかこう関わってる人があんまり重ならなかったんですよね。いや本当ですよね。でそんなプロタンさんと今日はちょっと僕とスーさんがちょっと案件でダイエットさせてもらってるんで、言ってましたね。薬飲むだけで結構痩せれてるんですけど、はい、まあ、さらに痩せるためにプロタンさんやっぱダイエットしてるじゃないですか。まあ、ダイエットっていうかもう肉体改造、はい、もう勝手に脂肪を減らさせてもらってた。もう本当にね誰にお願いされるわけでもなくってことですよね、はい、勝手に脂肪減らして苦しんでるんで、だから俺プロタンさんのダイエット食って絶対間違いないと思ったんで、はい、今後ちょっと痩せるブーストかける意味でもちょっと教えてもらいたいなと、はい、お願いします。いやぜひお願いします。お願いします。ちなみにやってるんですよね大会。今もう弁当持ってきてて。え弁当、はい、見たい。これはもうプライベートでも遠征行った時、いやもうはい、遠征行った時は必ず、やっぱコンビニとかで買わずに、コンビニとかでは買わないですね。絶対自炊で。油の量とかも決まってるんで、これサプリですね。あこれサプリ、ラップに包んでこんな飲むんですか。はい、うわでこれちょっとご飯でもうぐっちゃぐちゃになってるんですけど、はいはい、これ一食ですね。ちょっと待ってください。プロダさん、盛り付けっていうのはもうないですね。ないですね。これだけ見たら減量中は入ったら勝ちなんで、これ、いやこれはすごい。ちょっと俺衝撃っす、はい、正直。やっぱプロダンさんってやっぱ稼いでますし、ここまでする必要ないのに、だってこれもう言っていいのかな、マジ。こんなこれはこれはアーモンドですね。アーモンド、これは油取ります。アーモンド、ね、アーモンドで油取ってないですか、はい。ああ、脂質はじゃあこうアーモンドの方がいいんですね。アーモンドの方がやっぱ脂質も大事なんですね。大事です。ああ、で、これをでささみ、ささみはもうタンパク質、はいはい、で、炭水化物でかぼちゃ、はい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 、で、まあ黒ニンニクですかね。黒ニンニクは何でですか。まあなんか美味しいフルーティーな感じなんで、あまあ塩ちょっとしかかけてないんで、その塩味を、ああの黒ニンニクかじって鶏ささみ食べると。あーなるほど。え、これでは、はい、じゃあちょっと今からこう作らせてもらってもいいですか。はい、あ、もちろんそうです。すげえ、これ毎回食べてるんだ、はい、これ4食ぐらい食べて。4食、はい、4、5食食べて運動してって感じですか。プロだわ、はい、マジでやばいっすね。運動はやっぱどんぐらいするんですか。まあ1日今減量末期なんで4時間ぐらいしかない。4時間死んじゃいます。死にます。いやだって1時間筋トレするの相当きついじゃないですか。はい、で今日今3時じゃないですか、はい、まだ飯一食も食ってないです。空腹状態で運動したかったんで、あ、まあ、朝1時間半ぐらい運動してるんですよ。あ、でそこから食べて、はい、でまた運動して食べて、はい、プロタンさんがそこまでする原因でやっぱなんかその楽しいんですか。いやマジきついですね。なんでそれを続けるんですか。やっぱ大会に勝つっていうのと、あそこ目標、うん、やっぱなんか印ときたいんですよ、人間の限界を。そんな壮大なテーマなんですね。壮大なテーマなんですよ。人生のマジでどん底、はいはい、もう何もできない、自由もない、はいはいはい、毎日筋トレで脂肪削る、はい、それを記しときたいんですよ。修行僧みたいな。修行っすね、本当に。YouTube って多分相性いいですね。YouTube と相性いいです。だって YouTube なかったらこれ誰にも分からない。いや、もうこれ無理っすよね。あー、だからそこでちょっと見せることによって、自分の中でもちょっと承認欲求じゃないですけど、そこが気持ちいいみたいな。気持ちいいっすね。あー、そういうメカニズムなんだ。はい。めっちゃおもろいっすね。思った通り変人っすね。いや、だいぶ言ってますね、はい。脱いだ方がいいっすか。いいんですか。そんな、いいんですか、はい。いつ振り来るか。うわ、見たい。まあ、まだ 80% ぐらいなんですけどね。 80%。 おぉ、うわすごい。やばい。ちょっとこれ、すごい。これプロダンさんですか。いや、俺です、俺です。背中がすごいんですよ。うわ、すげえ。これ 80% ですか。はい。もうバキン、すげえ。俺想像以上です。え、プロダンさんですか。すごいっす。まあ、大したことないです。いや、大したことありますよ。これが印ですもんね、はい、人間の。これが一応印で。いや、これスーさんたまんないでしょ。スーさん、あの一番好きな男の人、筋肉なんですよ。マジですか。筋肉好きなんですよね。こう筋トレして削って、その達成感かっこいいってことですよね。もうめっちゃ自分にストイックなところがすごいかっこいい。まあそうですね。だからやっぱプロタンさんもかっこいいですよね。いや、ありがとうございます。決勝っすもんね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそもう、なんか言ってもないで脱いでもらって。ありがとうございます。はい、
じゃあちょっとじゃあ、はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。かぼちゃ重要なんですか？かぼちゃね、マジでいいですよ。かぼちゃ何がいいんですか？かぼちゃまず腹に溜まるんですよ。あー、太らないですか、かぼちゃって。マジで太んないです。へぇー。めちゃめちゃ便が出るんで。なるほどね。すごいです。計算され尽くしてるわ。で、これちょっと自分のチャンネルでやってなかったやつやっていいですか？はいはい、え、めっちゃありがたいです。これ、かぼちゃをパンにする方法があるんですよ。え？なんすか？パン。ポイントはこう均等にこれぐらい長さですよね。これちょっと分厚いですけど、まあいいとして、こういう感じでこのままレンチンするんです。レンチン、はいはい、このままでいい。サランラップもかけない。かけないで500ワットで9分。500ワットで9分、はい、すげえ。そしたらマジで食感がパンになります。え、これちょっと嬉しいですね。いや、これマジすごいですよ。筋トレ歴何年ぐらいですか？筋トレ歴7、8年ぐらいですか？7、8年やってて、はい、もう積み重ね、多分トライアンドエラーしまくってのやつですからですよね。間違いないです。いろんなもん試してだから、はい、これマジで勉強になるもんですよ、はい、一番。で、これ油はないですか？油あります。はい、オリーブオイルがいいんですね、これ。オリーブオイルかココナッツオイルですかね、はい、あ、でも意外とかけるんですね。意外とまあ油は取りたいんで、はい、あー、そっか。やっぱ油取らないと、はい、便が出ないんですよ。なんか僕らやっぱ素人の発想だと、油とか炭水化物って取っちゃいけないみたいな、言いますよね、イメージがあるんですけど、そういうわけではないんですね、ちゃんと。変な油と炭水化物一緒に取ると脂肪になっちゃうんで、はいはい、あ、油だけとか、はい、あの炭水化物だけとかだったら別に太んないです。これ勉強だ。ラーメンとか良くないってことですね。ラーメンやばいですね、本当に。俺ら二人ともラーメン大好きなんですよ。うわー、それちょっとラーメンはやっぱ一回ステーキ。ちょっとステーキだね。はあ、なるほど。ステーキとかはいいってことですか？ステーキはいいですね。ああ、なるほど。焼き鳥とかもいい？焼き鳥も間違いなくいいです。ああ、なるほど。で、大体グラムで測った方がいいんですけど、はいはいはい、計量器ないですもんね。計量器ないですよね、うち。なかった。あ、グラム重要なんですね。どれぐらい食ったかな。ちょっとごめんなさい、今の顔ちょっと怖かったですね。今の顔は怖かったですよ。まあ僕もう慣れてるんで、はいはい、痛い痛い。これでまあ200g ぐらいかな。あー、やっぱグラムまでやっぱしっかりしてるんですね。 200g でだいたい 210kcal なんで、はい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 。で、アスパラは別にカロリーに数えなくていいんで。なるほどなるほど。調味料なんかありますか？調味料ありますね。塩コショウでいいですか？塩コショウでいいですね。ターメリックとかはないですよね。ターメリックない。でもさっきもカレー味でしたね、はい、あれがやっぱいいんですか？まあなんかやっぱりカレーっぽい味と、あとターメリックって胃とかにもいいんで。あ、そうなんですか、ね、はい。塩コショウとあ、ブレージーソルトいいですか？ブレージーソルトいいですか？辛いのってどうなんですかね？辛いのも、まあ、そんなにあんまり、あ、胃に良くないですか？あんま良くない。なるほどね。勉強になりますね。勉強になりますね。いや、僕ら辛いの食べがちですよね。だって豆板醤とかどうですか？豆板醤良くないですね。あ、良くないですか？はい。へー。焼きすぎるとまずいんで。はいはいはい。焼き加減もむずいっすよ。焼き加減は、むずいっすね。プロタンさんのやっぱ動画、その俺生徒あんま見てなかったんですよ、はいはい、ただあの3人でコラボさせてもらったんですけど、そこから見てるんですけど。マジですか？めっちゃおもろいっす。あの本当にめっちゃ食ってますよね。いや、まあ食ってます、食ってます。マジで美味しそうなんですよ、プロタンさんの。ああ、ありがとうございます。あれマジいいっすね。マジっすか？あれ食べてても太ってないっていうことは、他の日は本当に食ってないってことです。マジで絶食しながら運動してるんで。人体って不思議で、ここまでこうやって絞れると、はい、脂肪つかないんですよ。もうあの、だから逆に悪く言うと、はい、栄養になってないんですよ。だから1日どんだけドカ食いしても、はい、脂肪なんないんで、人間って。それ筋肉があると？筋肉があるとっていうか、絞り切っちゃうと。ああ、そうなんだ。で、全部廃止されちゃうんで、運動とかに。貯金100万円あったら、はいはいはい、今稼いでなくても、はい、その100万だから生活できるじゃないですか、はい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 、今貯金ゼロの状態なんですよ。なるほど。だから食べ物ドカ食いしてやっと収入入ったみたいな。ああ。で、それが全部日常のエネルギーになっちゃうんで。なるほどなるほど。すぐ100万がなくなっちゃうんで。ああ、なるほど。でいくら食っても苦しいです。ああ。栄養になってないみたいな。苦しいっていうのはあるんですか？めちゃくちゃだるいです。ああ。それあのさっき、まあ、毎回言ってますけど、はい、糖が足りない。糖が足りない。感じはずっとあるんですか？はい。頭回んなく、頭が回んない。気持ち悪くなったりするんですか？気持ち悪くなるというか、あのサウナで力入んないみたいな。ああ、ありますね。終わった後に、はいはいはい、それの
空腹がプラス伴うみたいな。うわ、きつ。マジで修行僧じゃん。マジできついっすね。ちょっとムースはもう蒸して、はいはいはい、おー、胸肉ちょっと柔らかくて、でも匂いめっちゃいいっすけどね。めっちゃいいっすよね。結構2人とも食べるのめっちゃ好きなんですよ。うわー、大事ですよね。グルメじゃグルメなんで、だからそのそこがきついんですよね。だからやっぱりそういう人は1日3食取るじゃないですか、はい、で朝昼こういうの取って、はい、そこだけ楽しみに持っていくとか、はい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 、じゃないとやっぱり夜はやっぱ取んない方がいい。夜はまあ取ってもいいっすよ。あ、本当だけどそれまでに運動いっぱいして。運動っすね、運動です。痩せてはいるんですよ。余裕で。すごいですよね。いや、本当にすごいですよ。何キロぐらいしたんですか。僕6キロ痩せてます。6キロはやばいですよ、はい、で、スーさんも6キロでしょ。そうです。2人とも6キロ痩せてるんですけど、こうラーメンとかやっぱ食べたいんですよ。あ、めちゃめちゃ分かります。でもさすがにダメじゃないですか、うん、いくらね、食べてもいいですから、はいはいはい、だからちょっとどうしようかってなった時にプロダンさんのダイエット食とか食べて筋トレとかして、それから貯金がなくなればいいわけじゃないですか、うん、そういうことです。逆にね、貯金をなくせばいいですね。ラーメン大好きなの分かるんですけど、はいはい、それ以外にも好きなものをちゃんと、ね、あと自分の体が変わったら食よりもそっちの欲にもちょっとフォーカスされていくんで。なるほどなるほど。もう食いたいけども自分の体今かっこいいから維持したいみたいな、その欲も出てくるんで、るバランスですよね。なるほど、いいこと来ましたね。やっぱいいこと聞きました。これマインド大事ですね。マインドマジ大事、あとはやっぱ栄養をしっかり知るってことですかね。これ食って痩せるのは分かりますけど、これがどういう体に影響してるのかみたいな。そしたら食べ物のありがたみというか、あー確かに理解できるんで。もうさっきもね、何カロリーとか、そう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 、そのだから計量機内であんな怒ってたんですよ。今度用意します。いや本当そうですね、はい、うわー、でもめっちゃうまそうですけどね。めっちゃうまいですよね。これいいっすよね。あ、すごい。クレイジーソルトの。でも俺こんなの好きなんですよ。僕野菜好きなんですよ。大事っすよ、マジで。いやー、ありがとうございます。じゃあ、あとかぼちゃ待ちっすね。かぼちゃ待ち。ぴったりっす。いけるかな。すごい、見てください、これ。見たことない、かぼちゃ。ちょっと、ふやふやなってのわかります。はぁ、あ、確かに。しなってんの。なんで、これちょっと確認するんですよ。これ、触ると、ふっくらしてないですか。はい、確かに。これまだちょっと微妙っすね。もうちょいやる。はい。これで、7分いっていいですか。はい、もちろんです。これって水分飛ばしてる感じ。水分飛ばしてるんですよ。だからふわふわになるって感じ。そうなんですよ、マジですごいね、これ。これやってるの見たことないですね。初めて見ました。でこれで、まあ、シナモンとかかけたらもうデザートっすよ。え、シナモンはありなんですか。シナモンは粉のやつだったらあれですよ。あー、はいはい、シュガー入ってない方が、ね、シュガー入ってないです。やっぱ砂糖はダメですね。これマジすごいです。ちょ、シナモン用意すればよかったですね。これ甘いのも好きなんですよ。うわ、これ絶対好きになると思う。ちょっと頑張りましょう、はい、これ。いや、そうなんです、結局ね、栄養も大事なんでね。栄養大事っすよ、見極め大事なんで。うわ、どうですか、焦げちゃった。ああ、これやりすぎた。こういうこともあるよ。確かに焦げの匂いが。ごめんなさい。今度やりすぎたんですけど。ちょっといただきます。皮食わないで。あ、うまい。え、これかぼちゃって感じしなくないですか。確かに。なんかお菓子みたいです。お菓子、そうなんですよ。このふっくら、なんていうのかな。何だこれ。お菓子だ。本当に。そう、甘みやばくないですか？そうです。僕ら、なんかスナック菓子食べてるじゃないですか。うんうん、好きなんですよ、うん。その感覚味わえます。すごい。ふにゃっとしたもっちり、なんかパンっぽくないですか？ぽいっす、ぽいっす。粉っぽいというか。これやばいっすね。これシナモンとかちょっと塩かけて。いや、絶対うまい。それやりすぎちゃったんで、でも皮もいけます。え、これやばい。これいいっすよ、めっちゃ。お菓子っす。お菓子だ。これはこれで、なんか。スナックです。うん、美味しそう。これだとスコーンみたいになってます。ちょっと食べてみます、これ。いただきます。それちょっと硬すぎないですか。ちょっと硬めですね。でも食べれなくないですね。マジですか。スーさん、全然噛めてない。絶対これ硬いですね。スーさん、無理しね。スーさん、めっちゃ100% 硬いですね。スーさん、めちゃめちゃ苦戦してるじゃないですか。それからどんなコメントするんですか、スーさん。それ、いい質問だね。スーさん、プラザさん、いただきます。うん。まずじゃあアスパラが僕大好きなんで、いただきます。アスパラいいっすよね。うん、うまい。うまいっすか。いや、一回焼くのやっぱうまいっす。うん、野菜好きっていうのはめちゃめちゃいいっすよ。僕マジ好きなんですよ、うんうん、結構プライベートでもサラダとか食べちゃうんですけど、うんうん、ただやっぱコンビニのサラダとか多いんで、うんうん、だったら自分で焼いた方がいいと思います。まあそうだね。意外とアスパラも脂っこいんですよ、うん、
べていいんだっていう、うん、なんか意外ですね、うん、結構テカってるんですよこれね。そうなんですよ、ポイントがあって、はい、偏ったらあんまり燃えないんですよ食べ物って。うーん、 PFC バランスっていうのがあって、はいはいはい、タンパク質、脂質、炭水化物、はいはいはい、これを三角形の割合で取ると、うん、体に燃えてくるんですよ、はあはあ、だからささみだけ食っても痩せないみたいなあるじゃないですか、はい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 、めちゃめちゃカロリー減らしても痩せないみたいな、はいはいはい、偏りすぎてるんですよね。なるほど。だからカボタで炭水化物取る、はいはいはい、で鶏むね肉でタンパク質で野菜でビタミンで、うん、脂質もしっかりオリーブオイルでかけると。でしかも全部質がいいもの、うん、あーこれ勉強になる。炭水化物、タンパク質、脂質、この三角形のバランスが大事なんですね、はい、だから栄養を知れって言ってるわけですね。そういうことです。いやー、全部一緒に取ると。なるほど、はい、これはいっぺんに取った方がいいですか。いっぺんに取った方がいいです。あー、これは難しいけどすごい大事なことですね、うん、だからこの3つなんですね。はい、でニンニクとかはだからもう好きで食べてるみたいな。うん、好きで食べてる、味付けとかね。へー、うん、ささみうまっ。胸肉か。うん、でも焼き加減がプロっすね、うん、俺ささみ焼きすぎちゃうんですよ。火取ってるかどうか怖くないですか。怖いですけど、もうそこはもうベテランの域なんだいや、これプルプルになってないですか。なんかパサパサのイメージあるじゃないですか、麺って。だから苦手なんですよ、うんうん、これだと全然食べれます。で塩とかもうちょいかけても大丈夫ですか、うん、味付けは濃くても大丈夫ですか。味付けは塩とかだと全然。ダイエット飯とかって、うんうん、鶏胸肉を蒸すとか、うん、茹でるとか、うん、野菜とかも蒸し野菜にしたりとか、うんうん、油を取らないようにね。ですごい食べづらいイメージ。はい、わかりますわかります。なんですけど、うん、いい油で焼いてるからすごい食べやすそう、うん、嫌に なんなそう、うん、なんなそう。すごいっすよこれ。食べます。ちょっと食べたそうだったら。はい、そうっす。おいしい。なんかすごくないですか。うん、柔らかいですね。この焼き加減マスターしたい。これ多分素人やったら生になっちゃいますよこれ。ちょっと蒸してんのがいいんでしょうね多分ね。ちょっと蒸して最後、うん、最初薄切りにするのも大事なんですよ。ああ、確かに。確かに。まあ、ほんと1センチぐらいで。だから火も通りやすいし、うん、なるほどなるほど。確かに。胸肉って大きく切りがちですもんね。うん、なんかざっくばらんに切るじゃないですか、うん。バランス大事って言ってたんですけど、でもこの組み合わせ最強じゃないですか。他にもなんかこういう組み合わせあったりするんですか。最近動画出したんですけど、里芋とかもいいんですよ。はい、あ、里芋。うん。あ、やっぱ芋。かぼちゃの代わりに里芋。醤油ってかけていいんですか。醤油は微妙じゃないですか。まあ。ワンスクープぐらいさ。ああ、そこちょっと際どいですね、醤油は、うん、ちょっと、うん、でもそれは職人だからこそ醤油がダメなんですよね。醤油の入ったさんとかだったら全然大丈夫。醤油の入って砂糖とかですよね、多分ね、はい、がもう嫌だったこれです。はい、すごい。里芋はどういう調理方法になるの。まあ普通に茹でて食ったらいいし、うん、茹でて僕は潰してマッシュポテトみたいにしちゃいますからね。うん、じゃがいもとかもいいんで、カロリー低くて。ああ。じゃがいもに山芋かけちゃったりとかして。なるほど。ご飯の代わりにね、はい、やっぱ今日学んだまず一つは炭水化物は芋で取るってことですね。うん、まあ芋の方が劇的に痩せます。米でも全然いいです。うん、はいはいはい。でもやっぱ加速させたいんだったら芋とかの。ああ、ありがとうございます。これはもう学びましたね、はい、で僕芋があんまり得意じゃないんですよそもそも、うんうん、でも山芋と かぼちゃも結構あのデザートして食べるのは好きです。ああ、いいですよね。なるほどね。でもさつまいももいいってことですか。さつまいももいいですけど、うん、さつまいもは一番糖質高いんで。ああ、ちょっと、うん、そうなると米とあんま変わらないですよね。うんうんうん。どうですかね。ちょっと職人さん、ちょっと、お、ああ悪くないです。悪くない。今80点ぐらい難しいんだこれ職人めちゃくちゃ難しいですよ。難しいんだと。これも一瞬でさっき石になりましたね。はい、一瞬で石になっちゃうパンから石になっちゃう。パンからすぐ石になっちゃうんだ80点でもちょっと食べていいですか。ちょっと、はい、じゃあまず俺から言っていいですか。はい、怖いんで。うん、あ、80点だな厳しいななんか80点って言うとちょっと食べづらいですけど、ちょっと食べていいですか。でもかぼちゃだと思って食べてください。はい、わかりましたわかりました。もうちょっとさっきと全然違います、うん、さっきやっぱ石だったんや。うん、いただきます。かぼちゃ、これかぼちゃっすよ。え、全然うまいっすよこれ。ガチお菓子っすね。え、甘みもやばくないっすか。干されてるみたいな感じになる。確かに確かに。干し芋みたいな、ちょっと干し芋みたいになってるんで甘みも増加されて。これちょっと食ってみてください。
これマジで画期的なんだよ。プロです。これやばいっす。これやばいっすよ、ね。やばいっす。これにシナモンとかかけたらね。やばいっす。あとアーモンドバターなんてもいいんで。いやー、それもありなんですか。アーモンドバターありっす。これうまいっすよね。え、俺今までのカボチャ汁一番好きっす。ね、でしょ。皮ごと美味しいです、ね。いや、そうなんですよ。ちょっとパンっぽいの分かります、ね。あ、分かります。もうあと1分半かなとか。レンチンしたら、はい、もっとですか。パン。レンチンがむずいんだよね。レンチン、俺もうこれ2ヶ月やってるんですけど、未だにちゃんと成功できてる。なるほど、はい。2ヶ月やってるのにダメなんですよ、はい。ダメなんですよ。じゃあまあ最初は素人80って言っていいからっていう。うん、80点でもいい。でもめっちゃうまいですよ。かぼちゃなんて 500g 取っても 400kcal ぐらいですよ。 500g ってどれぐらいか想像できます？どんぐらいですか？これ一面敷き詰めるぐらいです。あーで 400g ぐらいです。これ全部敷き詰めて、ちょっとこれぐらいですね。え、プロダンさんが例えば4時間運動するじゃないですか。どんぐらい、何カロリーぐらい消費してるんですか？それだいたいモニターで出てくるじゃないですか。はいはい、まあだいたい 1200kcal ぐらいですかね。すげえ、1200いってんすか。はい。で生きてるだけでもカロリーもちろん消費してる、ね。はい、消費してるんで確実にマイナスっすね。もう貯金を貯金も借金作りまくってます。うわ、ちなみに大会が5月でしたっけ、はい、4月の末、5月の3日っす、ね、3日にゴールデンウィークにあるんですね、うん、その大会はいろんな人がもう本当プロの人が出るやつなんですか？プロっていうかガチガチに鍛えてる人、うんうんうん、が出て、でその大会が終わったらやっぱしばらく休むんですか？もう休みません。へえ、筋トレはしますけども、食はまあそうですよね、止まんないですよね。いや、あれって本当に食べてるんですよね。だって食いすぎちゃって、うん、でも胃が小さくなりすぎて、うん、矛盾しちゃってるんですよ。食いたいのに食えないみたいな。だからめっちゃ食ってるんですよ、はい、だけどもう詰め込みまくっちゃうんでマジ背中痛くなるんですよ。ああ、もう胃突き抜けてやばいですよ。息そんなことあるってなるんですよ。食べすぎて、食べすぎて息できないんですよ。危なプロタさんのあれちょっと今度見てみたいですもんね。大会終わった後の食事、困んなんすね。調理する前に食っちゃうんですよ、はい、漬け丼みたいなのとかやる前にもうなんか食い始めても、それもうまそうなんですよ。だからマジで前日寝れないんですよ、楽しみすぎて。遠足みたいな。いや、もう遠足の10倍楽しみ。食べるのが、いや、もう携帯7回ぐらいいますもん、夜。だって午前ももう絶対違うのに、もうお腹空きに早朝から撮り始めてですよ。いや、もう4時半から撮って、そう、もう、ま、耐えれなくてってことですよ。耐えなくてもう4時半から心の中では10時ぐらいですよ、お昼ぐらいから撮りたいな、うん、もう想像しただけでご飯が溶かれる感じとか、うん、肉を食べる感じとか、うん、お菓子食える感じ、もう目ギンギンする。いや、まあ、いや見たら分かる。もうこんなに見たことない人は絶対見てほしいですけど、あれなんか普通の大食いの映像とちょっと違うんですよ。いや、もうちょっと本能っすよね。特殊なんですよね。あのだから俺あれ結構や知らない人が意外といると思うんですよ。プロタンさんがあんま食べるってイメージないから、俺あれ初見で見たら結構やみつきになりますよ。なんか狂ってるんですよ、もうずっと。いや、もう狂ってる。ずっと一人で喋ってるし、大食いの人がお腹すいたのレベルじゃないですか。確かに。もう生きられないと、うん、もう前日寝れない人がいなくないですか、うん、もう夜バッキバキっすよ、うん、うわ、もう寝なきゃ寝なきゃって起きたらまだ7分ぐらいしか経ってない、うん、あーきついな。それをずっと繰り返してもう4時にも食っちゃえと思って、はい、はいはいはい。いや、俺1回だけ企画でしたんですよ。ファスティング、ファスティングやったんですよ。3日間塩だけで生活するって、はい、俺めっちゃ眠くなっちゃったんですよ、うんうんうん、もう1日で3日目とかも撮影もできなくて、24時間中ほんと18時間ぐらい寝ちゃって、うんうん、動けないんですよ。でその中で筋トレしてるんですよ多分。で俺最初味噌汁から飲んだんですけど、もうその味噌汁が美味しすぎて、うん、その感覚で行ってるんですよいや、ほんとそうです。しかも何が地獄かって、まだ大会途中でやっちゃってるんで、うん、食ったら動かなきゃっていう脳になるんで、だけど糖が爆発して回るんで、もうこんな感じなんですよ血糖値上がりすぎちゃってだからもう地獄から天国なんで、もうふわ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 して、トイレ行くとこにもうマジこれ冗談じゃないですよ、這いつくばっていく。もう動けない、もう動けなすぎて、こう回りすぎて、はいはい、起き上がれないんですよ。自衛隊みたいにホット前進してトイレするみたいなこれマジっすよ。だからそれも本当動画撮ってたらおもろいんですけどね、うん、プロタンさんがおもろいのはやっぱ一人でずっと喋りながら撮ってるんですよ。目もバキバキじゃないですか、決まっちゃって、うん、あ、これがやばいんだ本当って、うん、でもうなんかずっと天井見ながら喋ってるんですよ。これはもう食ってなきゃこの世界見れないから、やっぱダメだな、対価を払わなくちゃいけないんだみたいな、ブツ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 言ってるんですよ。それ
なんでこんなことやってんだろうと思いますよね。なんでこんなことやっちゃったかな。それもずっと自問自答してるんですよ。あの大食い最中、なんで俺これしてんだろうってずっと言ってるんですよ。なんかこれサプリ、これサプリね。これは栄養を補うってことですか。まあそうっすね、マルチビタミンとビタミン B。 うーん、それこれだけじゃ足りないからってことですか。まあ足りないっすよね、これだけじゃ。走った方がいいんですかね、痩せるんだったら。やっぱウォーキングっすかね。あ、ウォーキング、あ、朝空腹状態でウォーキング、これが一番。その後プロテイン飲むっすか。書いてる。プロテイン飲まなくていいっすね。あ、飲まなくていいっすね。普通にこういう食事を取る。あ、プロテインじゃない方がいいっすか。プロテインだと飲料なんで、うん、代謝が上がんないっす、あんまり、うん、やっぱ咀嚼して体温を上げるっていう。あ、プロだ。なんか俺らの常識を全部覆してくれますよね。いやいやいや、なるほどね。食べた方がいいんですね、うん、こういう食事をよく噛んで食べるっすよ。朝起きてウォーキングで30分ぐらいですか。30分でいいっすよ、20分でもいいっすよ。あー、でその後にこういうの食べる。食べる。いや、もうそれだけで多分全然変わります。で昼はちょっと普通にそばとか食べても大丈夫ですか。うん、全然大丈夫っすね、その生活で痩せてるんだ。はい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 。で夜は食べない方がいいってことで、ね、で夜はなるべく控えた方がいいんですけど、僕の中ではかぼちゃは OK です。かぼちゃは OK。ウォーキング毎日してもいいですか。ウォーキング、いや毎日してください。毎日した方がいいってことですか。はい。しかも有酸素運動って一気に1時間とかじゃなくてもいいんですよ。あ、まあ、時間があれば20分20分10分でもいいんで、はいはいはい、それでも脂肪って燃えるんで。ああ、なるほど。何もしなくても僕らも6キロ痩せてるんですけど、うん、その中でもやっぱ運動とかした方がより効率いいですよって言われたんで、うん、絶対した方がよりエグそうですね。やっぱりでもそういう根本ですよね、うん、何のためにダイエットしてるかっていう。うん、ただ痩せるだけだとざっくバランスすぎて、はいはいはい、続かないんで、痩せてこうなりたいとか、はいはい、自分の体が変わっていくのが楽しみとか、はいはい、痩せていく過程で何か自分を見出していかないと。うん、確かに、まあ、僕は今までやっぱ海水浴とか行く時にちょっと、うん、まあ、別に僕もキャラでいいんですけど、でも閉まってたらかっこいいだろうなっていうのは、うん、あるんで、そこは行きたいですよね。まあ、2人で。絶対行きますよ。その2人痩せたらもうマイクロビキニ着ようっていうのは、うん、いや絶対行きますよ。行きますよ。夏までにあと2ヶ月3ヶ月あるんで、はいはい、それちょっと頑張ろう、はい、頑張りましょう。ちょっと頑張りましょう。マイクロビキニ着ましょう。いやでも本当ちょっと勉強になりました。いや良かったです。ありがとうございます。ごちそうさまです。本当にいやもうちょっと勉強になったんで、いやいや、痩せたらちょっと報告するんで、はい、いやマジ頑張りましょう。はい、頑張りましょう。僕もう見えなくなるぐらい次痩せてるんで。どういうことですか。どういうことですか。もうすり減りすぎて脂肪減らしすぎて、皮膚も削っていくんで。プロダーさんが言うとちょっとガチなんですよ。なんかちょっとなんか狂気的なんですよ。だから本当健康には気をつけてください、はい、そこだけは気をつけてください、はい、精神ギリギリで。そっちの方がネタになるんだ。いやもうもう10回ぐらい取れ高逃してるんだ、それで。え、何がですか。もう、あ、もう結構精神ギリギリすぎて、あ、もう取れない。 今のシーン面白いだろうっていうのを10回ぐらい逃しちゃってる、うん、あーもったいない。北前進とかも絶対取りたいですもんね。取りたいですよね。え、呼ばないですか誰か。呼べないですね、さすがに。なんかワンピースの片栗いるじゃないですか。 あ、はいはいはい、あれってなんか誰にも見られない状態で 食ってるんですよ。めちゃめちゃ上がるんですよ。見られたくない、ね、見られたくないですよね。だから動画回して大食いしてるんですけど、うん、途中でもうやめてるんですよ。あ、まあカット編集して、あと一人でむしゃくしゃ食ってるんですよね。誰にも見られない個室部屋で食べるのが、もう食べるのが最高なんですよ。ちょっとわかるんだよな。わかりますね、はい、あ、なるほど。だからもう本当にそのオナニータイプなんですよね多分、うん、好きな趣味が一人趣味だから、レゴブロックとかそういうの一人でするのが好きみたいな。いや本当、中学の時シコリンって頭だったんで。え、シコリン、え、急に、え、シコリン、え、それはシコリすぎてですね。え、な、急にどうしたんですか。いや、オナニーっていうから。違う、そのシコリンだったんですか。だからなんでそれみんな知ってるんですか、シコって。いや、その言ったんで、自由研究というか夏休みの研究で1日何回しこれるかっていうので。やったんですか。はい、え、何回したの。まあ、13回です。やばっ。え、はい、ちょっともう最後、なんかちょっとしこりん締めですけど。はい、じゃあね、もしよかったら皆さん、はい、あのしこりんさんのこのチャンネルで。いや、プロだっす。よしかって。俺は大体合ってますけど、リズムはリズムは良かったリズムは合ってる。プロデューサーチャンネル今ささみ生活とかね、はい、まあ多分俺らの方が先かなやってるんで、ちょっとぜひ見てください。はい、本当にありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらね、チャンネル登録とか、チャンネル登録お願いします。お願いします。あと高評価とかね、よろしくお願いします。はい、プロデューサーのチャンネルもぜひ見てください。はい、めっちゃめっちゃおもろいです。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、また次の動画でお願いします。バイバーイ。はい。